炉心とやらは破壊したぞ。これでブラックホールの発生も阻止できたのだな。やっどうなんだろう。僕たちじゃよくわかんないよね。こういう時ガリ勉キャラがいないのって不便よね。戦術戦略策謀術はお手のものだが、科学的な知識はいかんせんな。お願いです、神様、天使長様、世界をお救いください。パチパチパチ拍手。よく頑張ったね君たち。ネモ、炉心の暴走による超重力フィールドはきれいさっぱり消滅したみたいだよ。ということはやったわ。全然わかんないけどやったのね。そうです、ブラックホールの発生は見事阻止されたのです。どうだネモ、僕たちは世界を救ってみせたぞ。おいおい、僕ちゃん、喜ぶのはまだ早いぞ。やはりな。次の策を隠していたか。まだ何事か仕掛けているのか。次は何だ。それはね、月が地球に落っこちるんだよ。バカな、そんなことはありえん。思うだろ。でも違うんだな。宇宙人の科学力と悪魔の魔力を融合すれば何だってできちゃうんだよ。もうすでに月は地球に向かって動き始めた。今度は起爆装置も何もないからね。力ずくで押し戻してもしない限り止めることはできないよ。月が落ちる。ブー、どっか。これで地球も人類もおしまい。なんだよそれ。なんなんだよお前は。デスコ、力ずくで押し戻すわよ。はいです、お姉様。デスコ、行きまーす。バカかね君たち、そんなんで月が押し戻せるわけないでしょう。どうすれば。簡単さ、諦めるんだよ。このまま月が落ちるのを指をくわえて見ていればいいんだよ。そんなことができるものか。俺は約束したのだ、月を救うと地球を救うと。じゃあどうするの。約束を果たしてみせてごらんよ。ほら、月の落下を止めてみろよ。悪魔なんてそんなもんさ、果たすべき役目も約束も果たせない役立たずどもなんだよ。俺はカカ、諦めろ、絶望しろ。そして月も地球も魔界もみんな滅んでしまえ。俺は
何もできないのか。月が落ちてゆくのを黙って見ているしかないのか。閣下のためになすべきことをまだ成し遂げていないというのに。バル様に誓ったこの月が落ちてゆくのを俺は黙って待つしかできないのか。畜生、畜生、畜生。フェンリー、もはや私たちにできることは祈ることのみなのでしょうか。祈るだと？祈って解決できるのか？祈って何が変わる？そんなものが何の力になる？愛です。祈り、それは愛の力となるのです。なんだこの揺れは。これは、この光は。これこそ月をも包み込む愛の力、名付けてアイフィールドの効果です。今名付けたんですけど。何？誰？この人。で、天使長様。天使長？この娘がか？はい、私が最も尊敬する天使長、フロン様です。何が起こっているんだ？なんだこの光は。バルバトーゼ、これはお前たちの仕業なのか。ふんふんふん、驚くのはまだ早いですよ。この天使長さん大丈夫なのか。はい、一応多分。人間界に悪党が増えたせいで天界は財政難だったんじゃないのか。そうなんですけど、ちょっと聞くのが怖いんですが、フロン様、私が徴収したお金ってもしかしてあれに。もちろんです。全額グレートフロンガー X に注ぎ込みました。天使長フロン様、あなたというお方は。
これまでの私の苦労って一体。あなたの献身的かつ何話のアキンド顔負けの証拠のおかげでグレートフロンガー X が完成したのよ。ありがとう、グッジョブよ、アルティナちゃん。あ、ルティナ。あ、アルティナだと。フロン様、任務中に名前を明かしてはいけないとおっしゃったじゃないですか。え、そうでしたっけ。そうです、それもこんな大事な時に。余計に事態がややこしく。アルティナさんって、あのバルッチさんの初恋のお相手のですか。だ、誰がいつ初恋などと言った。ほらね、私の言った通りでしょ。でもいいの、こんなんでバレちゃって。全然ロマンチックじゃないんですけど。ちっともよくありません。もうせっかく隠しておいたのに。本当にこの金に汚い泥棒天使がアルティナだったのか。やっぱ女って怖え。あれは任務で徴収しただけです。やりたくてやってたわけでは。もう天使長様、ごめんなさい。ディなんだ、どうしたというのだ。アルティナだった。お前たちのような汚らわしいウジ虫どもが、その名を口にするな。アルティナさんがそこにいるとでも言うのか。そんなことあるわけがない。僕は間違っていない。そうか、僕を混乱させようというのだな、汚らしい悪魔どもめ。残念だったな、そんな手に引っかかるものか。なんだ今のは。私もしかしてなんか悪いことしちゃいました。そうだ、今はそんなことはどうでもいい。おい天使長フロン、月の一つや二つと抜かしたな。愛の力でも何でもこの際構わん、さっさと月を押し戻せ。これがですね、さっきからグレートフロンガー X に頑張ってもらってるんですけど、なぜかいまいちパワーが上がらないんですよね。なんだと、貴様、あれだけ派手な登場をしておきながらパワー不足を言い訳にするか。本来のパワーなら楽勝なんですよ。でも予想以上にうやまいエネルギーが集まらなくてですね、困りました。うやまいエネルギーって天使のパワーの源ってやつ。あのロボもそれで動いてるの。その通りです。世界にあふれるうやまいエネルギーを集めれば月ぐらい楽勝だと思ったんですけど、残念ながら地球の人たちのほとんどは神と天使を敬う心を失ってしまったのでしょう。くそ、人間どもめ、
さすがにこの窮地には気づいているだろうに、まだ心が腐ったままとは。人間の心はそれほどまでに荒んでいるのですね。ちょっと、なんで私の方を見ながら言うわけ？仕方ない、俺たちで祈るか。祈る？悪魔が神や天使に？冗談だろ。冗談ではない。俺は約束を守るためには手段など選ばん。でもなあ。ディスコもラスボスを目指す乙女として神や天使にお祈りするっていうのはかなり抵抗があるです。カッカ、彼らの言うことはもっともです。月の落下は何としても阻止せねばなりません。ですが、そのためにカッカが神や天使に祈る姿を見るのは耐え難きこと。ならどうしろというのだ。この先に宇宙人どもの本体がいるはず。奴らの科学力を利用すれば、あるいは。苦しい策だな。だが、一番焦っているはずのお前がそういうのなら、そうしよう。天使長様、私はどうすれば。私はグレートフロンガー X と一緒に信じて待っています。だからあなたは好きにしていていいのですよ。フロン様。私のことはもちろん、天使という立場にも遠慮することはないんです。今自分にとって何が一番大事なのか、自分の心に素直になって行動していいんですよ、アルティナちゃん。あなたがどんな道を選択しようとも、私は全面的に支持します。フロン様、お心遣い感謝いたします。いいんですよ、アルティナちゃん、私だってそれほど野暮じゃありませんから。やっぱりフロン様はフロン様ですね。行ってきなさい、アルティナちゃん。あの人を救うためにも、まずは月と地球を救わなくてはね。はい、天使長フロン様。